社の魅力って何ですかって言われたら一番眉毛の選手で、あの眉毛をどう強く描くかとか、あと眉毛でどう顔の補正をするかってことを僕結構やってるんですけど、すごい補正されますよね。あのそうですね。それそれ、そっちもやってんだ。てか犬2匹。そう、ダブルスタンプ。やっぱダメだよね。ダブルで早い。あゆ。あはい、確かにサーモンでした。日本人最適な。クラッシュオブキングスやってたら。ちょっと大人なセンシュアルメイク、仕事帰りのデートに使えます。まずは先ほど入れたピンクのチークを落とすところから。まず、さっきつけたチークをちょっと取っていきます。で、取るときもこのハイライトを使って軽く重ねていけば、なんかさらにさっき言った気配、こんな感じになっていくので、どうしてチーク取るのと思ってるでしょ。知ってる。全くなしって言うんじゃなくて、少し匂ってくるというか、香ってくるっていうか、チークは全部落としてしまうのではなく、薄く気配は残す。これもうチーク取るだけで結構皆さんは多分トライでしょ。ちょっとしたね。そうです。何ですか、すごい重い。不満げ。チークの赤みを引いた分、目元に赤みをプラスする。こういうボルドーのアイライナーで、少しこうメタリックなんですけど、この色って日本人の肌にはすごく合いやすくて、こういうのを少し足していくっていう、このアイライナー筆もすごくいいので、でさっきやったアイメイクにも全然そのまま使えます。ベストコスメ。ベストコスメです。これもすごいいいです。ベストコスメを受賞した RMK のアイライナー。目尻から引いていきます。ここやってからつなげていってください。もうここなんかそんなにテクニック考えなくていいです。雑に塗っちゃっても。だと思います。目尻から目の際全体につなげていきます。ちょっとこう目に印象が言ったらあざとい感じもそんなになく、自然にスッと入って、マッチングも考えても全然いい。出しましょうか。じゃあ、ポテいいですか。鍛えてるんだよ。
ジムはちょいちょいね。すごいな、すっごいウナイト。はい、これいいわ、ヤマピー。情報だ。え？今度は？